ガンマ崩壊、ガンマ崩壊は、冷気された原子核がガンマ線を放出して崩壊する放射性崩壊。ガンマ崩壊は、アルファ崩壊やベータ崩壊と違い、各種が変わらない。つまり、原子番号や質量数が変わらない崩壊である。ガンマ改変とも言う。具体的には、エネルギーをもらうなどして冷気された原子核、アルファ崩壊やベータ崩壊などで崩壊した。 娘各種がすでに冷気した状態であった場合は、高いエネルギー順位から低いエネルギー順位に遷移する際に、その順位間のエネルギー差に等しいエネルギーを持つガンマ線を放出して安定な原子核へと移行する。冷気状態の核がガンマ線を放出するまでの時間は極めて短く、概ね10から10秒以下である。ガンマ崩壊は、その崩壊において、 核運動量とパリティの違いから電気的、繊維磁気的繊維に対別される。この核運動量とパリティの組み合わせに対して、それぞれ放出される、ガンマ線の角度分布や変更率、崩壊の寿命や、繊維確率などが異なる。富永健、佐野宏敏、放射科学概論東京大学出版会、2018年、第4版、18ページ。 ISBN 978から4から13から062512から8。真田淳平、原子核、放射線の基礎協立出版シグマパイ。1966年32ページ ISBN4 から320から 00163X。ありがとうございます。